こんにちは。私は電王こと千葉市の原田歯科クリニックの原田でございます。今日は歯医者さんに定期検診に行くのはどれくらいの間隔が良いのかということについてお話しします。実は先日ある学校で子どもたちを対象にお話をしてきました。歯周病について話してきたんです。歯茎の病気です。ところがそこのマニュアルに書いてあったことがちょっと気になったんです。そのマニュアル教本には6ヶ月に1回とか1年に1回歯医者に検診に行けばいいよとこう書いてあったのですが、これはちょっと昔の考え方です。そもそも1年に1回とか6ヶ月に1回大抵の方は忘れます。それから6ヶ月に1回だと歯周病が進行してしまうということはもう1980年代から分かっていることなのです。ですから大事なことは3ヶ月に1回定期検診に行く。こちらだと万一歯周病や虫歯になってもそんなに大きく進行することはないということがきちんと論文で分かっております。別の言い方をすると3ヶ月に定期検診に行くことがエビデンスとしてあるという、ということが分かっている。ですからあなたの歯を大切にしたいのであれば3ヶ月に1回歯医者さんに行ってください。今日は歯周病と定期検診についてお話しました。ありがとうございました。